ラブライブ、ラブライブのディスコグラフィラブライブミューエスフィナールラブライブミューシックフォーエバーラブライブミューエスフィナールラブライブミューシックフォーエバーは2016年9月28日に発売されたミュースの映像作品2016年3月31日4月1日に東京ドームにて行われたラブライブミュー S エスフィナールラブライブミューシックフォーエバーの模様を収録。ミュー S にとって5枚目の映像作品。3月31日、東京ドームでブルーレイと DVD での発売決定が発表された。また同日、ソロライブシリーズ CD の第3弾とコンプリートベストボックスも発表された。これら3点でミュー S メモリアルアイテムズと称されている。 3月31日分のみを収録したデイ1と4月1日分のみを収録したデイ2が DVD とブルーレイで発売するほか、ブルーレイのみを両日分を収録したブルーレイメモリアルボックスが発売される。8月27日にオープニングムービーやアンコールムービー、ミュー、エスクロニクルの収録とメモリアルボックスの外箱の描き下ろし絵柄が明らかになった。 メモリアルボックスには描き下ろし味方せボックスや店舗別でキャストのブロマイドやそのキャストが演じているキャラクターのブロマイドホルダーが特典として付いてきた。またこのライブのキービジュアルのステッカーも特典だった。2017年第9回デグジャパンアワードブルーレイ大賞のユーザー大賞を受賞した。ライブビューイングを含めた観客動員数は 約26万人と公表されている。9月27日付のオリコン BD 総合デイリーランキングでメモリアルボックスが1位にランクイン。翌日9月28日付でも首位を守り、さらに DVD 総合デイリーランキングでデイリーが1位にランクイン。ラブライブの映像作品としては初の BDDVD 同時1位獲得となった。 その後は1日早く発売されてした、後継作、ラブライブ、サンシャインの第1巻と目まぐるしく主位が入れ替わり、9月28日付以降は、ラブライブによる1.2独占を維持し続けた。10月10日付のオリコン週間ランキングでは、音楽 BD 週間ランキングで、メモリアルボックスが初動7.1万枚を売り上げ1位にランクイン。 2015年発売のラブライブミュー S55 ラブライブ2015ドリームセンセーション以来2作ぶりとなる週間1位獲得とともに自身の持つアニメ関連音楽作品の歴代最高売り上げを大幅に更新した。またラブライブサンシャインも週間2位にランクインしたためラブライブ作品が初の1.2位独占を果たした。 同一シリーズのアニメ映像作品の週刊1.2独占は、アナと雪の女王が2016年7月28日付で、記録して、以来、2年ぶりの快挙となった。さらに、デイ2が、音楽 DVD 週刊ランキングで、初動0.6万枚を売り上げ1位を獲得。ラブライブ、ミューエスネクストラブライブ、2014。 エンドレスパレード以来2年ぶりの週間1位獲得となった。翌週の10月17日付のオリコン音楽 BD 週間ランキングでメモリアルボックスが0.4万枚を売り上げ2週連続の1位を獲得。自身初の2週連続1位獲得とともに、乃木坂46の乃木坂46サードイヤーバースデーライブ2015.22セーブドームを上回り、 2016年にリリースされた女性アーティストの映像作品として最も高い売り上げとなった。ありがとうございます。